こんにちは、ディーコルです。今日はですね、カジュアルに使えるトートバッグについてお話ししていこうと思います。はい、今日お話しするカジュアルなトートバッグですけども、これですね、キャンバスのトートバッグ、今期ね、メンズ、レディースともにかなり人気となっている、キャンバスのトートバッグです。まあ、結構ね、火がついたのはやっぱりマーガレット・ハーベルとかアーペイセイとか、まあ、そういったブランドさんから出てるバッグですね。人気の理由は自分のコーディネートに、まあ、きれいめカジュアルを簡単に取り入れることができるからですね。はい、いつもお話ししているように、まあ、きれいめとかカジュアルっていうところにおいて、まあ、バッグにもきれいめなバッグとカジュアルなバッグがあります。で、例えばこういう、光沢のあるバッグ、革製品とかこういうバッグはきれいめに属します。で、このキャンバス地のトートバッグ、こういうキャンバス地のものはカジュアルに属するので、きれいめな服に合わせると、カジュアルっぽくすることができます。はい、トートバッグやっぱり人気なので僕たちね、持ってるんですね、こういったやつなんで、きれいめカジュアルに使えるバッグは今年ちょっとこういう風に着てみようと思います。はい、こんな感じでカッチリした感じに、キャンバス地のカジュアルな感じが加わるので、まち着としてすごくちょうどいい感じのバランスのコーディネートが完成します。はい、それではこのキャンバス地のトートバッグ、実際にコーディネートに使ってみながら解説をしてみたいと思います。はい、はい、ではまず最初のコーディネートなんですが、こちらのラフなカットソーとデニムパンツに先ほどのキャンバス地のトートバッグを合わせています。で、こちらのコーディネートだとちょっとカジュアルめが多いような印象を受けます。はい、続いてのコーディネートは、今度は打って変わってきれいめなコーディネートにしてみました。上はシャツで、下はスラックスを合わせています。で、ここに、トートバッグを合わせることによって、まあ、バッグがないとちょっとカッチリしている印象なんですが、このバッグのカジュアル感が上手にドレスダウンをしてくれるので、バランスの取れたコーディネートになります。はい、今きれいめなコーディネートに合わせるとちょうどよくなるよっていう話をしたんですが、まあ、T シャツのコーディネートに使っちゃいけないっていうわけではなくって、もし T シャツのコーディネートに使いたいときは、例えばパンツをスラックスにしてきれいめな要素をプラスしてあげるってやると、カジュアルなトートバッグときれいめなスラックス両方の良さが引き立つ、ちょうどいいバランスの取れたコーディネートができるので、そちらも試してみてください。はい、というわけで今日はキャンバス地のトートバッグのお話だったんですが、いつも通り村上さん、まとめお願いします。はい、今日のキャンバス地のトートバッグまとめですけども、こちらメンズ、レディースとも人気のアイテムであります。で、2つ目、きれいめコーデに合わせると程よくドレスダウンをしてくれるので、きれいめカジュアルの代表のアイテムですね。3つ目、今後の秋冬のコーデにも使える重要なトレンドアイテムだと思います。普段カバンを使わないよっていう人でも、多分このキャンバス地のものならカジュアルで使いやすいと思うので、ぜひ使ってみてください。今日紹介した、キャンバス地のトートバッグ、まあ、こういったやつですね、D コレでも取り扱っているので YouTube の概要欄の方に掲載しておきます。はい、こんな感じで D コレは毎日動画を配信しています。よければいいねとかチャンネル登録の方をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。俺は俺の正しいことを思っただけや。ちょっと待って、待機や。愛知県から報告漏れた。大阪。偉くなるんや。